はい、ダブルの101ですけども、完成いたしました、外装の方もね、磨きの方も終わりまして、つまど台のところがね、割れていましたけども、このように、修復しましたですね、マークの方もピカピカしてますし、鍵盤の小口とあとこの押さえの部分のフェルトですね、これも綺麗に貼り替えました。もう音とタッチがね素晴らしくなりましたんですけどもね、中のピンの方も綺麗に磨いてますし、音の方をね確認していただきたいと思います。